ゃあ今日はね、電熱グローブ購入したんで、早速寒いんでね、今日も使っていきたいと思います。よいしょ。でどうやって使うんだ。スイッチオン、さあ行ってみましょう。お、あったかくなってきましたよ。じわ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 と。今これはね、バッテリーに直接つなげる接続の配線でやってます。おー、来た来た来たね。うん、だいぶあったかいぞこれは。手の甲からね、あったかくなってくるっすね。うん、なかなかいいです。よいしょ。あったかいっすね。うん、これはいいですね。手がね、もう全く冷たくならないです。それぐらいあったかいですね。これはいい。よっしゃ、ガソリン入れていきましょう。初給油17リッター入るからね。よし、じゃあ行ってみますか。乗り込んでから
か、首が冷たいな。ネックウォーマーか、必要だな、これは。寒いな今日、いきなり寒いぞ、やっぱり。でも電熱グローブのね、効果はだいぶ大きいですね。ここはね、路面のギャップがちょこっとこう緩やかにあるんですけどね。あ、こういうのね。あ、でもこれぐらいのスピードのやつだったら結構吸収できるんだな、やっぱ。やっぱ急激なあの山なりのガタンってやつだな。さあ、どうやってあれしてやろうか。まあ、ちょっと配線の取り回しとかね、いろいろ改善しないといけないとこありますけど、なかなかね、これは冬強い味方になるんじゃないでしょうか。追ってね、レビュー、できればと思います。それではまた動画でお会いしましょう。あったかいな、これ。いいぞ。